マイプロテインから、ラテ、ソイプロテインのラテを頼んでみました。あともう一つはチョコレート、ちょっとソイプロテインってあんまり飲んだことなかったんで試してみます。はい、このラテとチョコレート試してみました。このソイって本当に豆乳みたいな味がしますね。私は割と好みです。で、どっちがいいかっていうと、こっちのラテの方が美味しいですね。チョコよりラテの方が美味しかったです。以上です。こんなのも注文してみました。今度味を試してみたいと思います。はい、こんにちは。今日は自転車屋に行く前に自転車のチェーンの清掃をしてから行きます。はい、こんな感じで、洗いますと。はい、さて綺麗になりました。この後自転車屋に行ってきます。はい、自転車屋さんに来ました。これから自転車屋さんに行ってきます。はい、早坂サイクル来ました。比較的600ルーメンで明るくて、はい、で同じ500、600ルーメンの中では一番安いやつ。あー、さあこれでいいですか。リアライトはどうしますか。リアライトはあれかな。
はい、一通り見て楽しかったです。さあぼちぼち帰りたいと思います。そういえばこのグリップとブレーキとシフトの調整もうまくいきましたね。さて山越えをして帰ろうかな。どうやって帰ろう。とりあえず帰ります。帰ったらローラーでも回そうかな。今日全然自転車乗ってないからね。今日はポタリングができました。帰って注油したいと思います。チェーンに油さして少しだけメンテナンスします。今日は割とゆっくりした一日でした。まあ、何もやってないといえば何もやってないんですけど、帰ってローラーかな。トレーニングだけはやっておきたいですね。いつもここでスケボーとかやってるのに今日はいないですね。まあ本来禁止されてるんでしょうけどね、ここでスケボーやったりするの。はい、今日も一日お疲れ様でした。まあだらだらと動画撮りましたけど、またよかったら見てください。はい、青葉城登って帰ってます。青葉城を越えて家に向かいます。